神戸ハーバーランドプロメナ神戸プロメナ神戸は兵庫県神戸市中央区の神戸ハーバーランドにある複合商業施設。1992年に大阪ガスとその子会社アーバネックスが保有するビルに大手百貨店の高島屋グループと大阪ガスグループが接半出資で設立したオーガスタが運営する専門店が入居する商業施設オーガスタプラザとして開業した。 日々の買い物客より、見学や観光客が多いと言われる地区の特性による売り上げに、つながる集客力の弱さなどもあって、阪神、淡路大震災が発生して被災した三宮や元町から、買い物客が流入した1995年に、売上高約80億円が最高で2000年に、売上高約52億円へ落ち込んで、 開業以来毎年赤字を計上するなど業績が低迷し2002年までに累積損失が約80億円に上ったこうした業績の低迷を受けてビルを保有していた大阪ガスが一体的に建設された隣接するオフィスビルの神戸ガスビルと共にモルガンスタンレーグループに売却して2002年6月7日に所有権が移転し同時にその運営権も 高島屋と大阪ガスの合弁会社から、モルガンスタンデー側のフェニックスプロパティーズに移行したため、同年9月末運営会社オーガスタも解散した。この譲渡の時点では、高島屋がビル内に展開する旧店舗を含む飲食、物販87店舗が入居していたが、高島屋がビル内に展開する旧店舗が9月末の賃貸契約期間満了と共に閉店して、 高島屋グループは完全に撤退し、他にも同じ9月末に契約が満了したテナントの一部が撤退したため営業休止となったフロアも生じた。モルガン・スタンレーグループは買収直後には既存店舗の残留か撤退かの移行確認と空き店舗への進展承知を並行して進めて2002年7月中旬頃には 新しい全体像を決めたいとしていた。しかし、三宮や元町と比べて集客力に欠ける神戸、ハーバーランドの立地に難色を示されるなど、テナント招致に苦戦し、2003年10月に地下1階の軽食コーナーが、和食やアイスクリーム、ピザ、ハンバーガーなどの14店を集めて開業するに止まった。また、同月にそれまで営業してきた映画館、 A.B. シネマが閉館し、同年末に、その施設を活用して、個性的な映画を上映する、単館系と呼ばれる、映画館、シネカノン神戸が開業している。その後2003年7月18日時点では、同年末から2004年始めにかけて、他のフロアを開業させたいとしていたが、その後も、テナント集めに苦戦し、2004年7月26日時点では、 地下1階の軽食コーナーと1階の一部のカフェなど、以外は閉鎖された状態で、同年11月19日に全館オープンすることを決めていたが、7、8階のテナントは決まっておらず検討中となっていた。2004年11月19日に、大型の100円ショップや初見、若者向けの医療品店などを目玉とする、約50店で構成するプロメナ神戸として全館が開業した。 2005年8月に重症アーバン開発が運営管理を受託し、2007年4月1日にビトリラクセーションをテーマに改装した4階フロアが営業を始めて再び全館で開業した。また、大阪ガスグループからモルガンスタンデーグループへ譲渡されていた一体的に建設された隣接するオフィスビルの神戸ガスビルは2007年7月に 原博さんの特別目的会社から特別目的会社に185億円で売却されるなど所有権の移転も進んでいる。しかし、その後も2008年12月20日にシネカノン神戸が閉館し、2009年8月にスポーツ施設が撤退するなどてなんとの撤退が相次いだ。また、2009年1月から新栄屋武道産ビジネスが運営管理を受託するなど、 運営管理体制も変更された。2010年7月23日には、上層階を改装して最上階の18階で、足湯につかりながら、神戸の景色を眺めながら楽しめる大型温浴施設、神戸ハーバーランド温泉万葉クラブを開業した。2021年5月現在32店舗が営業している。ありがとうございます。